こちらはアトリエブルージュのボストン型のカゴバッグになります。持ち手の部分は取り外しが可能で、2ウェイで持っていただくタイプとなっております。入れ口は巾着になっています。素材はラタンで、持ち手などは牛革を使用しています。ショルダーストラップは長さ調節が可能で、中にはオープンポケットが1つ付いていて、結構たっぷりと容量があります。続きまして、こちらはアトリエブルージュのバケツ型のカゴバッグになります。お色はベージュ、ブラック、カーキの3色となっております。ショルダーストラップは取り外し可能で、2ウェイで持っていただけるバッグとなります。素材はラタンで、巾着の部分と持ち手の部分が牛革を使用しています。ブラックの金具はブロンズ色になっています。ストラップ部分は長さ調節が可能で、中にはオープンポケットが1つ付いています。裏地が付いているので、中に入れたものに傷がつかない仕様となります。こちらはカーキです。カーキなんですが、ピスタチオグリーンのような色目がすごく可愛いです。で、金具はこちらもブラックと同様ブロンズのものを使用しています。こちらは少し明るめのベージュになります。金具はシルバーを使用しております。こちらが一番ナチュラルな色になりますので、お好きなテイストに合わせて色を選んでいただけたらいいかなと思います。